宇宙大戦争は1959年12月26日に公開された日本の SF 特撮映画。地球侵略を狙う異星人と迎え撃つ地球人類による宇宙戦争を描く。制作、配給は東方。カラー、東方スコープ。同時上映はサザエさんの脱線奥様。アメリカやイギリスなどの英語圏では、 バトルインアウタースペースのタイトルで公開された。東方が地球防衛軍の姉妹編として制作した SF 映画。原作の岡部武次郎コンセプトデザインの小松崎茂などが同作品から引き続き参加している。地球防衛軍に登場した足立博士、白石、リチャードソン博士、インメルマン博士という役名が本作品に再登場しているが、 インメルマン博士以外の人物を演じたのは別の俳優である。当初はゴールデンウィーク公開を予定していたが万全の体制で制作するため年末公開に延期された。海外上映を考慮して外国人俳優が物語の中核に位置している。また宇宙戦闘シーンが作品の多くを占めているのも特徴である。本作品では侵略者ナタール人の基地は 月の裏側にあるという設定になっており、国際会議の場面で月の裏側の図解が登場する。これは映画公開より少し前の1959年10月4日、ソ連の無人探査キルナ3号が世界で初めて撮影に成功した月面裏側の写真に基づいて作図されたものであるため、本作品は当時における 宇宙に関する最新の情報が盛り込まれた SF 映画でもある。ナタール人の武器である冷却線による浮遊現象の SF 交渉の基礎となっている重力の本質は核振動であり物質が絶対零度に近づくほど核振動が微細なものとなる。したがって絶対零度近くにまで冷やされた物体は無重量状態となるという理論は 映画制作当時に唱えられていた仮説に基づいているが、実際は当時の物理学でも既に否定されていたが苦節である。月面のシーンは1950年に噴火した三原山の溶岩地帯で撮影された。重力の少ない月面でのふわふわとした歩行演技は土屋義夫の発案によるものであり、共演者たちには半信半疑で抵抗する者も,もいたが、土屋は後に アポロ宇宙船の月面着陸の中継映像を見て我が意を得たりの思いだったと語っている。セットでの月面歩行はスプリング入りのマットレスやピアノ船による釣りなどで表現している。国連宇宙科学センターのゲートの撮影には開通前であったマナズル道路の料金書が用いられた。特技監督の津村屋栄治はすでに世界的名声を得ており、彼の特撮映画は 海外でも大評判となっていた。本作品ではついに東方が制作発表した段階で、アメリカの映画バイヤーが買い付け契約を結ぶために来日し、これは以後の恒例となった。例合版フィルムでは合成前のカットシーンや合成素材、光線のタイミング、シーンの差しの長さなどが異なったものが収録されており、長らく所在不明とされていたが、 後年にはフィルムが発見され、2014年11月24日に日本映画専門チャンネルで初放送された。1965年宇宙ステーション JSS3 が謎の空飛ぶ円盤軍に襲撃され、反撃するも必ず宇宙のゴミ溶かす。さらに世界中で鉄橋や汽船が空中に舞い上がるといった怪事件が続発する。 東京郊外の国際宇宙科学センターでは緊急の国際会議が開催され、何者かが意図的に超低温状態を作り上げ、物質の核振動を停止して無重力状態にしているのではという結論を出す。だが、会議のメンバーであるアーメット教授がすでにナタールと名乗る異星人に洗脳され、宇宙科学センターで新開発された熱線法を盗もうとしていた。 幸い、センターの技師、岩村の起点によって、熱戦法は無事だったが、任務に失敗した。アーメットは突如飛来した円盤に光線を浴びせられ、小さな金属板を残して溶解する。調査の結果、その金属板がアーメットの脳内に埋め込まれて、彼を操っていたことや、ナタールがすでに月面に潜伏していることが判明する。国連では、足立博士をはじめとして、 リチャードソン博士、カチグ白石、岩村など16名の科学者、技師から構成される調査隊を編成し、月面への派遣を決定する。だが、出発前夜にドライブを楽しんでいた岩村は、不思議な声を聞いた途端、意識と記憶が飛んでしまう。翌日、全世界の人々が見守る中、調査隊を乗せた宇宙探査艇スピップ1号及び2号は、無事に発射され、 月へ直行する。その途上、ナタールの宇宙魚雷による攻撃に調査隊は迎撃するが、それを出発前夜のドライブ中に、ナタールに洗脳されていた岩村が妨害する。辛くも攻撃をかわした一堂に、ナタールは、これ以上接近すると命の保証はないと、無線で警告する。だが、調査隊は目的を達成すべく、月面に強行着陸すると、 やむなく岩村を拘束して探査艇に残し、月面探検者でナタールの前線基地へ接近する。その前線基地には多数の円盤が待機し、すでに地球侵略の準備を整えていた。その頃、ナタールの命令で拘束ベルトを解いていた岩村は、機関室の燃料弁と酸化剤タンクを全壊して、スピップ1号を爆破してしまう。調査隊は、 アダチ博士とカチグーが操縦する月面体験者の熱戦法による攻撃を開始し、激しい光線の打ち合いの末に前線基地の機能を一時停止させることに成功する。地球へ戻ろうとする調査隊をナタールの円盤軍が追撃するが、それを迎撃したのは月面探検者と前線基地の機能停止によってナタールの洗脳が溶けた岩村だった。 小型熱戦11丁で円盤に立ち向かう岩村を残し爆破を免れたスピップ2号で一同は月面を脱出するが岩村の犠牲的精神に涙しないものはなかったこの事件は世界中に衝撃を与えナタールの基地復旧総攻撃は時間の問題であり全力をもって迎え撃つべきという世論が各国で高まる 各して、熱戦兵器を搭載した宇宙戦闘機と死体空熱戦砲が量産され、大ナタール戦の準備が進められる。そして、ついに地球へ襲来するナタールの円盤軍に対し、人類は宇宙戦闘機を続々と打ち上げ、ここに、決戦の火蓋は切られた。ナタール側と地球側のメカ類は、すべて小松崎シュゲルのデザインを、入江義夫が図面に起こし、 井上康幸らによって制作された。小松崎は本作品を地球防衛軍のシリーズ作品と捉え、デザインでも同作品との統一性を図っている。この映画で作られた石膏製の三尺サイズの月の表面のミニチュアは、後に様々な特撮映画に流用されている。地球攻撃命令ゴジライガンでは M 宇宙ハンター星雲陣の司令官が座る椅子の 背もたれとして使われた。地球側の迎撃ミサイル基地のセットを設営する際には、スタジオの高さが足りなかったため、美術スタッフの井上康之は独断で、スタジオの地面を掘り下げて、これを行い、主演に見つかって本社から大目玉を食らった。怒られている井上の広報で、特技監督のつぶらやは、必死に笑いをこらえていたという。しかし、ロケット打ち上げのシーンで、 天井も開けますかと提案したところ、つぶらやは乱暴なことはやめろ、と叫んだという。月面体験隊の宇宙服は、後年に特撮テレビドラマ、ウルトラマン第38話の救星探検服に流用されている。超低音の光線による無重力攻撃を得意とする侵略宇宙人。月面では、甲冑風の宇宙服を着込んでおり、素顔は不明。 宇宙服の手足は三本指となっている。地球人の女性よりも小柄である。金属片をこめかみに埋め込むことにより、特定の人物をロボットにして操れる。主な戦力は円盤戦闘機と宇宙魚雷。地球侵略の前線基地を月面に設営しており、最終決戦では小型円盤数機を従えた司令母艦で地球に来襲する。 1967年の大晦日に富士テレビ系列で17時30分19時の時間枠で放送された。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ナトアル人に関するカテゴリ。ありがとうございます。